徳田虎尾は、日本の医師、政治家。鹿児島県徳之島町名誉町民。鹿児島県天城町名誉町民。医療法人、特集会理事長、衆議院議員、沖縄開発政務次官、日本体操協会会長、自由連合代表、特定医療法人沖縄特集会理事長、社会医療法人絹会理事長、医療法人、成人会理事長、 埼玉医療生活協同組合理事長、札幌医療生活協同組合理事長、公益財団法人、特集会国際小学財団理事長などを歴任した。日本で最大規模の病院、医療事業グループを築くとともに、衆議院議員として政治にも関わった。2002年頃に辻宿生即策硬化症を発症し政界から引退したが、その後も病床から、 特集会に指示を出し続けた。アメリカ占領時代の鹿児島県大島郡、徳之島町出身。実定が医療を受けられなかったことによる、急病死をきっかけに医師を志し、反大受験のため、鹿児島県立徳之島高等学校から大阪に、単身移り住み、大阪府立今宮高等学校へ転校し、一学年下に編入した。 実家の家計は苦しかったが父親が先祖伝来の農地を切り売りして仕送りをして学士を支えてくれた。二浪して合格した大阪大学医学部医学科を卒業後の1973年失敗したら自殺してその保険金で返すと説得して銀行から融資を受け徳田病院を大阪府松原市に設置しさらに1975年医療法人 特集会を設立した。24時間救急患者を受け入れる患者からの贈り物は一切受け取らない差額ベッドの廃止等、それまでの医療の常識を打ち破る得意な方針を打ち出して実行し、全国の医療機関に大きな影響を与える。生命だけは平等だ。をスローガンに安心して療育できる環境づくりを目指し、地方自治体や日本医師会と、 たびたび対立しながらも、全国各地に、病院や診療所を開設していった。人命救助のためなら、人殺し以外は何でもやれ。特集開設立当初、生命だけは平等だの理念のもと、連日病院に泊まり込むなど、強い信念で仕事に臨む一方、医療のためには手段を選んでいられないという考えから、赤信号を守らないなど、規範意識が薄く、 部下の運転手が赤信号で停止するたびに噛んで頭部を殴打するなど、グループ内では暴君として恐れられた。家でも医療のことを考えるため、妻の話はくだらないとして遮り聞かない。特集会の全国展開を進める一方で、医療制度の改革には政治改革が必要との認識に至り、政治家を志す。 1983年と1986年の衆議院総選挙に、鹿児島県奄美群島選挙区から立候補し、安岡沖春の前に落選。この時の選挙戦は選挙違反による逮捕者が、続出するなど島を2分する、激しい対決となり、安典戦争と呼ばれた。1990年の衆議院総選挙に無所属で、 初当選し自由連合を結成するが、この時点での自由連合は保守系無所属議員のより集まりであった。1993年の衆議院総選挙では、選挙直前自民党に入党し、再選。しかし、日本医師会の意向でわずか3日で追放された。その後、1994年に自由連合を正当化し、代表として活躍。 村山改造内閣では、与党入りして、沖縄開発政務次官を務めた。1996年の衆議院総選挙で、落選したが、2000年の衆議院総選挙で復活を果たし、2003年の衆議院総選挙でも再選された。その他、日本体操協会会長、アジア体操連盟会長も歴任している。2002年4月1日、 筋萎縮性即索効果症の発病に気づいた。2004年2月頃から病状が悪化し、そのため国会に出席できず、療養していた。しかし、この時点では、病名は公にしなかった。2005年8月8日の衆議院解散を受け、体調回復が十分でないとして、政界を引退すると発表した。後継として2005年9月11日の、 衆議院総選挙に、次男の徳田武氏が立候補、当選。自由連合代表に就任した。その選挙の折、虎尾と交流のある、河合博之の元を訪れ相談したとされている。しかし、武氏は2006年11月2日に自民党入りを表明。虎尾の現役当時とは違い、自民党入党への抵抗も薄れていたと見られる。 自由連合の挙手は再び虎尾の手に委ねられることとなった。だが、武氏は11月29日自民党への入党願いを出した後で地方議員はいるので自由連合を今後どうするかは父の判断だ。しかし参院選に候補者を立てるのは難しいのではないかと記者に語った。同日、虎尾は日本 ALS 協会設立20周年。 記念式典に一患者として出席し、闘病中であることを初めて公にした。教会から登壇を促されたが、人工呼吸器装着のため話すことができず、用意した文章を代読してもらった。そのメッセージにおいて徳田は、これからが人生の勝負ですと語り、日本国内よび世界中に病院を設立する計画を明らかにした。普天間基地移設問題に絡み、 有力な移設先候補である徳之島に多大な影響力を持っている徳田に対し、2010年4月28日に内閣総理大臣、鳩山幸男が面会。岳氏の立ち会う中、協力を要請したが、徳田は拒否した。同年夏、自由連合は解散届を総務大臣に提出して、正式に解散した。2012年現在、 2010年に新築された神奈川県鎌倉市の湘南鎌倉総合病院最上階15階にある電子場付けの富士山を望む特別室で治療を受けながら文字盤を使ったコミュニケーションにより特集会を経営し最高決定権を掌握していた2011年の青木治とのインタビューでは私はいつ死ぬかわからない状態ですと語る一方 今後の特集会については、あと5年は、私が体制を作る必要があると、運営への執念を見せた。2012年10月下旬、徳之島町から名誉町民を授与される。以前調整志向50周年記念式典に出席するため、9年ぶりに故郷である徳之島に帰郷した。2011年11月、18年間特集会で働いていた。 徳之島病院の事務局長を TPP 反対集会に参加しなかったという理由で即時解雇を言い渡している。また息子である徳田武氏も兼ねてから TPP に強力に反対していた。息子の武氏は自身のブログにもこれまでの日米経済交渉ではオレンジ、米、自動車、半導体など一つ一つで厳しい交渉をしてきた日本が貿易、 金融、保険、知的財産、政府調達、医療、教育などすべての分野において、米国が定める経済ルールをすべて押し付けられ、我が国は主権国家であるにもかかわらず、何一つ決めることができなくなり、かとして、次世代の子供たちは、日本の国作りができなくなるということが、本当にわかっておられるのでしょうか。徳田武オフィシャルブログ年月日。 よりと書き綴っている。そのため、徳田親子と特集会を指した特捜部のバックにはアメリカ合衆国がいるのではという憶測が出ている。それが以下の事件である。2012年12月衆議院選挙で鹿児島2区に立候補し当選した徳田武志議員の辞任に多数の職員を給与、日当を払い運動員として派遣した疑いが あるとして、総務省から、公職選挙法違反の可能性がある疑惑が、かかっていることが2013年9月16日に、明らかになったと NHK などに報じられた。同年、東京地検特捜部は、トラオの娘2人を含めた6名を逮捕し、その後、トラオ夫人の徳田秀子も逮捕したが、トラオ本人については、基礎相当と考えながらも、生命の危険があるため、 中止し、病状などの行方を見て、判断を見送ることを決定した。これらの事件の責任を取り、2013年10月20日、医療法人、特集会及び、特定医療法人沖縄特集会の理事長職から退任するとともに、社会医療法人社団記念会、医療法人、成人会、埼玉医療生活共同組合、 札幌医療生活共同組合の理事長職からも、知りくことを明らかにした。一方、11月3日付で株式会社、特集会、特集会建物管理株式会社、インターナショナルホスピタルサービス株式会社など6社の社長に就任しており、陰性を敷くのではないかとの観測が流れた。2019年の第28回 FNS ドキュメンタリー大賞では、 鹿児島テレビがトラオの反省を題材として取り上げたトラオの夢病院を徳田トラオとその時代を制作し同年10月2日深夜に富士テレビで放送されたその中では81歳となった2019年4月の時点でのトラオの近況も紹介されもはや車椅子に乗れずにベッドに横たわったまま目で意思を伝えることも困難な状態となっている子供には 厳しく、しつけをした。帰宅時には、子供たちに正座で迎えさせ、自らのことは、理事長と呼ばせるなどし、四女と次男を除き、医師に育てた。そのため親子関係は悪かったとされ、筋粛性即索硬化症が悪化するまで、子供たちは、父と距離をとっていたとされる。議員時代に交流した、石原慎太郎元東京都知事、 亀井静香元建設大臣などと親しい特集会病院に勤務経験がある小2回の安倍智子衆議院議員にも選挙事務所に特集会グループ職員を派遣するなど支援を行っていた。ありがとうございます。